このおもちゃで遊ぶよ。ドラえもん謎解き大迷路ゲームだね。早く組み立てよう。ここは大回転迷路。わー、ぐるぐる目が回りそう。ここは不思議トンネル迷路。どこに着くのかドキドキだね。こっちは謎の行き止まり迷路。ゴールまでたどり着けるのかな。そしてこっちは動く壁迷路。壁がたくさん。姉さんさん、これは何？これは旗を刺す台だね。2つ目の迷路と最後の迷路には旗を刺す場所があるから、旗を刺しながら最後まで進もう。全部の迷路をクリアしたら最後は空中迷路。クモリンたら、僕がやるよ。よーし、まずはこの迷路に挑戦だ。あれ、出口がたくさんある。どれが正解だろう。こっちかな。いや、こっちか。あー、迷っちゃった。僕の番まだかな。あ、しずかちゃんだ。こんにちは。お友達になろうよ。あ、クモリン。そっか、どの道を選べばいいか分かったぞ。こっちから出ればいいんだ。出れた。よし、これでクリアだ。クーモリン。あ、ザンさん、待ちくたびれたよ。静香ちゃんと遊んでたくせに。ナキ、今度は僕の番だね。よし、次は謎の行き止まり迷路だ。すぐにクリアするからね。クーモリン、行きます。2つ目の迷路では刺すんだったよね。クックックモリン、クックックモリン。あ、ジャイアンがいる。ジャイアン、そこどいてよ。って、どいてくれるわけないでしょ。じゃあこっちから行ってみよう。あ、あそこに旗を刺せばいいんだね。せっかく旗を刺す場所を見つけたのに。ジャイアンが。でもよく見るとこっちに気づいてないよ。今のうちに行っちゃえ。やった、成功。ジャイアンに気づかれる前に。やった、クリアだ。ドキドキしたね。次は僕、三つ目の迷路に挑戦だ。歩こう歩こう、さんさん元気。あれ、行き止まり。引き返そう。あれ、スタートまで戻ってきちゃった。もう一回戻ろう。わあ、どうしたらいいの？みんなはわかる？カタビのクアドリラ、キュービアイ、マグホーマー、僕たちがおもちゃをお届け。しずかちゃん、サッカーしようよ。行くよ。あ、ボールマン。あ、隙間ができてる。もしかして。やっぱりこの玉で壁を押せばいいんだ。ありがとう、クモリン。クモリン天才です。よし、先へ進もう。クリア。だんだん難しくなってきたね。次はクモリンの番だね。はいはい、僕やる。すぐにクリアするからね。ソリ、あ、ここに旗を立てられるね。楽勝楽勝。ぐる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 。あれ、ぐる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 。やっぱりここさっきも通ったような。よし、もう一回ぐる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 。目が回る。迷っちゃったよ。クモリン、ゆっくりゆっくり周りをよく見て。そういえば僕、右にしか曲がってないような。気のせいか。気のせいじゃない。よし、今度はゆっくりゆっくり、たまには左も選んでっと。あ、ゴールが見えた。やったね。これで4つクリアだ。あとは天空の迷路だけだね。よし、応援してくれるお友達はグッドボタン。いくよ。一つ一つの仕掛けを見落とさないように、そーっとそーっと。あれ、全然さ
先に進めないよ。はい、ここでクモリン選手に交代。クモリン選手勢いよくスタートだ。で、あれ勢い余って飛び出してしまいました。クモリン、よし、もう一回。ここまでクリアしてきたんだ。絶対にできるぞ。あ、そうだ、壁と角は行き止まりじゃなくてうまく使うこともできるんだ。よし、こうやってっと。できた、やったー。わー、ドラえもんだ。うわー、楽しかった。僕たちも迷路名人だね。みんなもおもちゃで遊んでみてね。バイバーイ。巾着着着キュッキュッキュン、いろいろ入れたらキュッキュッキュー。くもりん出てきてこんにちは。一緒に巾着キュッキュッキュー。僕たちの巾着が出たよ。夢と希望とバナナを入れて持ち歩こう。くもりんが悪いんじゃん。だって僕わざとじゃないんだもん。謝ってよ。やだよ。ねえ、あの二人まだ喧嘩してるの？今回はかなりの大喧嘩ね。チャンさんのことなんて知らない。僕だってもうクモリンのことなんて見捨てる。見捨てる。読みましたか？僕はミステリー太郎です。お久しぶりですね。ちょっとどいて。僕はミステリーじゃなくて見捨てるって言ったの。めっちり見捨ててもいいもんね。僕は誰もいないところで自由に暮らすから。誰もいないところ、それなら大昔の世界に案内しましょうか。大昔？ここにタイムマシーンがあります。これに乗って過去の世界に行きましょう。インスタグラムフォローしてね。僕たちの4コマ漫画が読めるよ。タイムマシーン？いいね。それならうるさい友達もいないし、勝手にすればもう絶好だから。それはこっちのセリフです。あーばよー。ちょっとサンさん、いいの？クモリン行っちゃった。どうせ怖くなってすぐ戻ってくるよ。捕まっていてください。わー、あれ、ここは？ここは原始時代です。原始時代？あの原始人の？ここなら知ってる人もいないし、静かに暮らすことができるでしょう。そうだね。私はこの辺で失礼しますので、どうぞごゆっくりお過ごしください。うん、ありがとう。はあ、なんにもないし最高だな。君もタイムスリップしたことある？タイムスリップしてみたい子はグッドボタンを押してね。お、何この音？わ、マンモス？絵本でしか見たことないよ。あ、あれは原始人さんたちだ。あんなに大きな獲物をこんなにたくさんの人で取ってたんだ。どうやって捕まえてるの？わー、石と木で武器を作ってるんだ。サンさんも工作が得意だし、このくらい作れちゃうかもね。ねえ、もう怒るのやめたら？ほら、あったかいココアでも飲んで。あれ？タイムマシンの調子が。おいしい！原始人さんたちも僕たちみたいにお肉やお魚を食べていたんだね。これは木の実？食べてみようかな。おもおもおも、意外といけますね。原始時代も楽しいじゃん。そんな、こんなことが。ミステリー太郎どうしたの？タイムマシーンだ、タイムマシーンだ。壊れた。え、壊れた？そんな、クモリンは？タイムマシーンがないと過去には行けません。じゃあ戻ってこれない
の？どうにかして直してよ！ねえ！私にも原因がわかりません。全力は尽くしますが、どうなるか…そんな…くもりん…ぷはー、たまには川の水ってのもいいもんですな。じゃあ次は何して遊ぼうかな。これってスマホ？え？なんで？ここ原始時代だよね。わあ、これは刀？侍の時代ってもっと後だったような。わあ、ちょっと何？どうなってるの？いろんな時代が混ざってる。おい、ミステリー太郎、タイムマシーンおかしくなってない？の新しいお友達？え？クモリンだよ。何言ってるの？ねえプリル、クモリンを助けようよ。クモリン？誰のこと？聞いたことない名前だね。そんな、みんながクモリンのことを忘れてる。過去で何かが起きてるんだ。早く助けに行かなきゃ。一人で寂しいだろうから、クモリンの好きなもの持って行こう。あれ？クモリンって何が好きだったっけ？なんで僕バナナ持ってるの？クモリン？クモリンって誰だっけ？いやー、このままじゃ僕元からいなかったことになっちゃう。そんなの嫌だよ。写真立てが倒れちゃった。元に戻してよかった。ん？これって僕の写真？横に写ってるのは誰だっけ？あれ、なんで涙が勝手に？白くて元気な雲の男の子リン、クモリン。あ、クモリンだ。僕の親友のクモリンだ。クモリンを助けに行かないといけないんだ！わあ！ピッピッピッ！いけ！キャピッ！そんな、サンサン、ごめんね。あ！ピッ！サンサン！無事でよかった！えい！ほら、乗って！逃げるよ！
が仲いいと安心するわね。あー、忘れてた。どうしたの？原始時代のバナナも食べてみたかったのに、食べるの忘れてきちゃった。もう一回タイムスリップしてきていい？そうだ。タイムトラベル！グモリン！コマンタレブー。僕はチョコレート博士。チョコを愛し、チョコに愛された男。今日はどんなチョコレートが出てくるんだろう。とっても楽しみだね。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。まずはどんなチョコレートだろう。あ、待ちたまえ。チョコレートへの挨拶は忘れずにね。こんにちは。これはパプリカチョコレートだね。これはとっても美味しいもの。それじゃあ早速食べてみよう。いただきます。おいしい！甘さと酸っぱさのコラボレーション。これはまさにパプリカとチョコの演奏会よ。バンザーイ！なかなか美味しかったね。それでは次のチョコレートに行ってみよう。みんな一緒に、こんにちは。お、これはお野菜スティックとチョコレートソース。スティックをチョコにつけて食べるんだ。それじゃあ食べてみよう。いただきます。最高！大根のみずみずしさと人参の食感、チョコレートの甘みが混ざり合って、チョコと野菜の夏祭りや！わっしょいわっしょい。なかなかおしゃれなチョコレートだったね。でもまだ満足してないよ。次はもっと美味しいチョコを期待しているね。それでは次のチョコ、せーの、こんにちは。やったー、トマトチョコレート。これもとっても美味しいもの。いただきます。ありがとう。甘酸っぱさとチョコレートのハーモニー、畑の宝石箱や。なかなかだね。次のチョコレートに行ってみよう。みんな一緒に、こんにちは。ブロッコリーだ。これはとっても面白いね。どんな味がするんだろう。いただきます。これはあまり美味しくない。ブロッコリーとチョコレートは合わないね。次行ってみよう。最後はどんなチョコレートだろう。僕を満足させられるかな。それじゃあみんな一緒に、こんにちは。やだー、ピーマンだ。僕ピーマンは嫌いなんだ。あ、チョコレートが泣いてる。僕が嫌だって言ったせいだ。ごめんね、ちゃんと食べるよ。ピーマンは苦手だけど。みんな、僕をグッドボタンで応援するんだ。ありがとう。僕はチョコレート博士。チョコレートを愛し、チョコレートに愛された男。いただきます。おいしい。ピーマンの苦味が消えて、チョコレートの甘さと混ざり合って、ピーマンの大革命や。おいしいおいしい、イエーイ。はっ、おほん。今日のチョコレートも面白かったね。みんなも家で試してみよう。バイバーイ。はっ、なんか不思議な夢を見ていたような。なんか